こう衝撃を受けて、なんかこう男性がこう女性になって、またこう女性から男性になっていくっていう姿が、女性よりも女性性を感じるし、男性よりも男性性を感じるし、なんか私にとってものすごく魅力的な世界観なんですね。で今回はとしきくんに人形になってもらって、お人形さんごっこというテーマで制作をさせていただきました、うん、すごく可愛かったと思います。